イウエ、またはエクスプローラー57号は紫外線の電磁スペクトルを観測する宇宙望遠鏡。NASA、ESA 及びイギリス科学研究協議会の共同開発で以前の観測衛星よりも暗い天体まで高精度なスペクトル観測が可能だった。イウエはイギリスの科学者グループが1964年前半に最初に提案した。 1978年1月26日、NASA のデルタロケットによって打ち上げられた。当初、最小の任務期間は3年に設定されていたが、実際は予想を大きく上回って、1996年まで稼働した。この衛星は、アメリカ合衆国とヨーロッパの地上局にいる天文学者によって、リアルタイムで管理された初の観測衛星であった。天文学者は、 イウェを用いて、惑星、水星、恒星、星間ガス、超新星、惑星のオーロラ、銀河、クエーサーを含む異なる対象物の観測を10万4千以上行った。イウェのコントロールシェルトディスプレイユニット。スティーブン・エフ・ドバー、ヘイジーセンターに保存されている1964年、イギリスの科学者グループが紫外線天文衛星のコンセプトを エサの電信機関 ESRO に提案した。しかし、この提案は当時のエサの技術的能力を超えていたので、ロバート・ウィルソンが NASA にコンセプトを提供した。NASA はこのアイデアを採用し、SASD として発達させた。SRC もこの計画に加わり、科学機器のソフトウェアとスペクトルグラフのためのビジコンカメラを提供した。エサは地上観測所と 太陽パネルを提供した。NASA は衛星の機体、望遠鏡、スペクトルグラフ、打ち上げ施設、地上観測所を提供した。観測時間は計画の貢献度によって配分され、NASA23ESA16SRC16 など、ありがとうございます。